え皆さんこんにちは、医学系研究科の博士課程の西岡大輔と申します。えー、今日はあのタイトルお示ししてます通り、何かとタバコ。 は同じぐらい健康に良くないということを一緒に学んでいきたいなというふうに思っておりますサブタイトル副題は健康の社会的決定要因を知ろうということで進めていきますでは健康の社会的決定要因という言葉英語では Social Determinant Health SDH というふうに略されることが多いですが聞いたことがある方はどれぐらいいらっしゃいますか一度ご挙手いただいてもよろしいでしょうかありがとうございます ではそれを説明できる方はいらっしゃいますでしょうかありがとうございます、えー、私がここに立っている甲斐があるなというふうに感じましたありがとうございますではですね、本日は、えー、授業の中で健康の社会的決定要因というものを皆さんが生活を送っていく場で意識できるようになることというものがこの授業の目的となりますそのうち目標として今日は第1回目ですから健康の社会的決定要因というものに関して 言葉をまず知っていただけたらなと思います二つ目はそれに含まれる要因を一つ言えることが目標になるかなと思いますもう一つはそれを簡単に説明できたら言うことがありませんでは進めてまいります皆さん配布資料にあると思います A さんの健康に悪影響を与えた要因をぜひ一緒に探し出していけたらなというふうに思うんですがまず A さんは仮に46歳としましょう 人気付きの助教の方です香川県出身で東京でお一人暮らしをされていました、えー、未婚の方です食事はいつもコンビニ弁当と発泡酒で過ごしておられて教室の上司とは相性が悪く職場ではなかなか会話がありません机に向かっては自宅に帰るそのような生活をされていたとしますそんなある日仮に A さんは脳出血で倒れてしまいましたでは A さんは四十六歳という若いご年齢で脳出血で倒れてしまいました。この A さんの健康に悪影響を与えたと考えられる要因を皆様えお手持ちの資料で丸をつけて言ってみていただいてもよろしいでしょうか。三十秒ほどとりますのでさっさっさっと進めていただければと思います。例えば皆さん答えはこのようになりましたでしょうか。人気付き 香川県出身、一人暮らし、未婚、コンビニ弁当、発泡酒、体に悪そうですね。上司とは相性が悪いこと、会話がないこと。これらは健康に悪影響を与えそうだと、皆さんは直感で感じられることがあるかと思います。その中でも社会的要因というものは、こういったものが挙げられます。人気付きである、出身県が香川である、東京で一人で住んで、 結婚をしていない上司とは相性が悪くて職場では会話がない A さんは職場で孤立していて一人暮らし見込んで話をする相手が自宅にいなかったのかもしれませんではその孤立に関して、えー、一緒に勉強をしていけたらなというふうに思うのですが社会の中で孤立をしているということはタバコと同じだけ健康に悪いというような 研究があります。これはですね。148個の研究今まで様々えー、研究されてきたもの。孤立と例えば健康の関係。タバコと健康の関係、様々こう統合した31万人の結果を統合したメタアナリシスという解析の結果です。社会的に孤立している人はそうでない。人と比べ、社会的孤立がある。人というのは約1.5倍死亡に至りやすい一方を。 タバコはどうかというと1日およそ15本タバコを吸う人というのはタバコを一切吸わない人と比べて約1.8倍死亡に至りやすい1.5倍と1.8倍の差があるではないかと思うのですが統計上はこの差は偶然でしか説明ができませんつまりは際立った差が明確な差があるわけではないというふうに結論づけている研究です。 それは確かにこれは世界的にある研究を寄せ集めたものなのでじゃあ日本でそうなのかと言われたら最近は研究がどんどんん蓄積されつつありますこれは65歳以上の高齢者のうち介護,介護を受けていない人介護保険というものがあるんですがその介護の認定を受けていない、えー、1万2千人を10年間追いかけたデータです。 これは人の交流がどれぐらいあるかを横軸に示していて縦軸にはどれだけ死亡に至りやすいかということを示したグラフです。毎日頻繁に人と会うという人がえ死亡や介護認知症に至るそういう、えー、リスクと呼びますが確率を1とすると例えば月1回週1回未満 つまり週に1回も人に会わないという人は約1.36倍介護,に介護を受けやすく1.39倍認知症になりやすい。さらに月1回も会わないという人は1.34倍死亡に至りやすいというような研究結果,が結果が出ています。では他にも同じような研究が蓄積されていて例えばスポーツ皆さんやってると思います。 スポーツは健康に運動は健康にそれは皆さんよく知ってやっていると思いますがこれはですね2つの群に分けました週1回以上運動をしている人とそうでない人そしてそれを人と一緒にやっている人と自分でやっている人に分けました直感的に 人と一緒に週1回以上スポーツをしている人運動をしている人というのは健康を維持しそうだそれはその通りでその人を一番低い、えー、その人が死亡に至るリスクを1とすると次に死亡に至りやすい、い、ごめんなさい介護に至りやすい要介護に至りやすいのはですね至りにくいのは週1回未満。 組織に参加してみんなと一緒にやっている人つまりはやってないんですやってないけどこういう会に参加している人っていうのは介護になりにくいんですね一方でやってるんだけどみんなと一緒にやってませんというふうに答える人は1.3倍介護,介護を受けやすく一、えー、人で、えー、しかも、えー、そういうグループに所属しないで 週に1回も運動しないという人は1.6倍介護に至りやすいというような研究結果が出ています何やら一人で運動するよりも運動しているみんなのところに一緒にいる方が健康にはいいんじゃないかというような結果が出てきているわけですもう一つ紹介します皆さんは食事を一人で召し上がりますかどなたかと一緒に召し上がりますか こちらも同じように高齢者を追いかけた研究です。男性において誰かと一緒に住んでいる場合と一人暮らしの場合、女性において誰かと一緒に住んでいる場合と一人暮らしの場合とに分けました。男性が一人暮らしで、青色は一人でご飯を食べる人です。誰かと一人暮らしだけど誰かとご飯を一緒に食べる人と比べて、 一人でご飯を食べる人というのは2.7倍鬱になりやすい女性においてはそれが一人暮らしをしていようが誰かと一緒に住んでいようが一人でご飯を食べること自体は1.3倍鬱に至るリスクであるというふうに言われていますこのように人々の健康というのは遺伝子や生活習慣だけではなく 様々孤立していることやえ所得お金の問題学歴の問題労働環境どのような環境で働いているかどこに住んでいるかそこの地域の文化や経済動向はどうかそういったことで規定,をされて、えー、規定をされる部分があります。それを健康の社会的決定要因と呼びこれを一つ一つ、えー、講義の中で一緒に学んでいけたらいいなと思い,思います。 では皆さん健康の社会的決定要因について聞いたことがある人はどれぐらいいらっしゃいますかありがとうございます、えー、説明ができる人はいらっしゃいますでしょうかはい。これが、えー、全コース、えー、クラスを通じて一つのコースが終わる頃には説明ができるといいなというふうに思います次回は次回があればですけれども香川県生まれは糖尿病になりやすいのはどうしてなんでしょう それは健康の社会的決定要因が説明してくれるかもしれませんありがとうございました